雨がザーザー降っています。鶏の親子が濡れています。ピョ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 、お母さん寒いよ。困ったわね。そこへ犬がやってきました。大変だ、食べられちゃう、怖いよ。大丈夫だよ、ニワトリさん、僕のお腹の下にお入り。ニワトリの親子は犬のお腹の下に入りました。ほら、濡れないんだろう。犬さんって優しいのね。犬は濡れています。傘をさした女の子がやってきました。ああ、濡れてるじゃない、私の傘の中に入ったら。ニワトリの親子と犬は女の子の傘の中に入りました。ほーら、こうすれば濡れないでしょ。女の子の肩が濡れています。そこへドスンドスン。大変だ、踏み潰されちゃうの。ピョ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 、何が来たの。大丈夫だよ、みんな、さあ僕のお腹の下にお入り。やってきたのはゾウさんでした。みんなはゾウのお腹の下に入りました。ゾウのお腹の下はとても広くて居心地がいいのです。雨がだんだんやんできました。さあやんだぞ、みんなそこよ。みんなはゾウに乗ったり鼻を滑り台にしたりして楽しく遊びましたとさ。おしまい。